最初からやっぱりファシリティっていうのはスポーツビジネスをやる上で一番大事だ。将来スタジアムを作る、商業型スタジアムを作るには、じゃあクラブハウスも商業型にして飲食店を入れたり賃貸しをしたりとかして収益上がるクラブハウスを作っていこうという発想に当然だけどなっていったんですね。海外見てみるとやっぱりそのお金を取ってそのサッカースクールをやるっていうのはあんまなくて、実は人材確保であり人材教育でありみたいなところにお金は投資するっていう、ね、だからこれできてみんなね盛り上がってさ、若い人も年取った人もね最高だと思います、うん、あと地元なので選手と一緒に成長していく姿を見た。多分ですけど世界的に見たら大したプロジェクトじゃないんですよ。日本の人たちがすごくリスク取らなくなっちゃってて、まあ、そこで僕は立ち向かうような勇気が多分一番大事だし、それがスポーツで表現できているっていうのがすごいいいことだな。これって何なのっていう要因はアメリカが引っ張って365日5日動くスタジアムビジネスをしっかりやってますと。次はもうそれこそ皆さん期待されてるスタジアムとかね、こういうものをしっかり作っていって、それもまあ中途半端じゃないめちゃめちゃかっこいいの作って、サッカー本当に好きになってもらわなきゃダメだし、なんかそこは挑戦ですよね。本当にスポーツビジネスがもっともっと盛んになる、このいわきね、いわきでこういうそういうところができたらすごくいいんじゃないかな。